もご視聴いただきありがとうございます。皆さんは西武の電車といえばどのような色をイメージされますでしょうか。やはり映像でもご覧いただいている黄色い電車をイメージされる方が多いと思います。ご覧いただいている車両は1988年以降に製造された新2000系電車です。だいぶ数は減らしつつありますが、まだまだ西武新宿線、西武池袋線などで主力の車両として活躍しています。西武の黄色い電車の代表選手ともいえる新2000系に2つのタイプがあるのはご存知でしょうか。今回の動画では新2000系の通常タイプの車両とリニューアル車の違いなどについてご紹介いたしますので、最後までどうぞご覧ください。それではよろしくお願いいたします。新2000系の普通の編成とリニューアル車両の編成の走行シーンをご覧いただきましたが、違いについてお分かりいただけましたでしょうか。では続いて静止画で2つの車両を並べてみます。まずこちらが普通のタイプの新2000系電車です。続いてこちらは新2000系のリニューアル車両の編成です。普通の編成とリニューアル車両の編成の顔の部分をご紹介いたしましたが、もう気づかれた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、改めて普通の車両とリニューアル車両の写真1枚にしたものをご紹介します。オープニングでも使ったんですが、こちらです。写真の左側が普通の車両、そして右側がリニューアル車両です。2つの顔を並べてみると少し違う部分があることにお気づきいただけるんじゃないでしょうか。赤い丸で囲んだところを見ていただくと、リニューアル車両には運転席の逆側の窓の下に、この車両ですと2048という数字が入っているんですが、普通の車両は同じ部分には数字は入っていません。正面の顔の違いで言うとこんな感じになります。正面の顔ではここの数字のありなしで普通の車両かリニューアル車両かを判断することができます。顔の違いについてはお分かりいただけたかと思いますので、続いて他の部分の違いを見ていきましょう。正面からの写真に続いて、今度は横からの写真でご紹介します。今ご覧いただいているのは普通の車両のドアの部分です。ドアの横には戸袋という部分があって、そこに窓がついているのが普通の車両です。続いてリニューアル車両のドアの横の部分の写真です。ご覧のようにリニューアル車両の戸袋の部分には窓がついていません。リニューアル工事を受けた際に戸袋部分の窓が埋められてなくなってしまっています。この戸袋窓のありなしの他にも大きな違いが横からの映像でありますのでご覧ください。こちらは普通の車両の車体の真ん中あたりの部分です。車両番号が記されている部分なんですが、西武鉄道の昔の車掌とともに、クハ2644とこういうふうに黒で書かれているんですね。ではこの部分、リニューアル車両ではどのようになるかご覧ください。こちらがリニューアル車両の同じ部分です。さっきの普通の車両に比べたらかなり簡単な作りになっていて、金属のプレートに2056というこの車両の番号が書かれているだけで、クハとかモハとかそういうものや西武の車掌は取り付けられていません。普通の車両とリニューアル車両の違い、外からについてはお分かりいただけたんじゃないかなと思いますが、続いては車内の様子を見比べていきましょう。まずこちらが普通の車両の座席です。車端部の3人掛けの部分を写したんですが、最近の車両によくあるようなバケットタイプのものではなく、座り心地としてはかなり柔らかいふかふかした感じです。続いて床の部分なんですが、こちらは特に特徴もない、ごくごく一般的な通勤車両の床という感じです。では続いてリニューアル車両の座席と床を見ていきます。
こちらはリニューアル車両の座席です。ドアとドアの間の7人掛けの部分を写しましたが、さっきの普通の車両の座席と比べたら違いは一目でわかります。色がまず違うのと、こちらのリニューアル車両の座席についてはバケットタイプになっているので、一人分の占有面積というのがちゃんとわかるようになっています。また座席の両サイドはプラスチックの仕切りになっているので、普通の車両の鉄パイプと違って立ってるお客さんにも、両サイドに座っているお客さんにも優しい作りになっています。座席の座り心地は少し固めな感じなんですが、普通の車両のふかふかなシートに比べると少し長い時間乗っていてもあまり疲れませんし、僕自身西武の普通の車両の座席の中ではこの新2000系のリニューアル車両の座席が一番好きです。座席に続いて今度は床をご紹介します。さっきの普通の車両の床がベージュっぽい色一色だったのに対して、こちらのリニューアル車両の床についてはスマイルトレイン3万系と同じデザインになっています。ドア付近は黄色、続いて黒っぽい色、そしてグレーっぽい色と3色に分けられています。さすがにスマイルトレインと同じデザインということもあって、乗っている時の印象とするとそんなに古い車両に乗っているという感じにはならないです。やっぱりデザインの力というのはそれなりに大きいようですね。またリニューアル車のドアの上には LED の案内装置が千鳥配置でついていますので、こちらは動画でご覧ください。またこの電車では車内放送は自動放送で流れていました。リニューアル車両には自動放送の装置というのは取り付けられているんですが、もし仮に一番後ろの車両に自動放送装置がついていない車両が連結されていた場合は、リニューアル車両であっても自動放送の音声は流れないようになっているようです。ご利用くださいましてありがとうございます。この電車は急行本川越行きです。 Thank you for using the Seibu lineThis is the express train bound for 本川越。今、西武池袋線で運行されている西武鉄道創立110周年記念トレインについても新2000系のリニューアル車が使われています。西武鉄道では2024年度以降、他の会社さんの無塗装ステンレス車の中古車の導入予定があるという発表をされています。残念なことに最近でも西武の黄色い電車新2000系どんどん廃車が進められている状況です。今回の動画では西武の黄色い電車の主力選手である新2000系普通の車両とリニューアル車両の違いについてご紹介いたしました。リニューアル車両はそんなに多い編成が走っているわけじゃありませんので、今回の動画を見ていただいて違いを分かっていただいて、リニューアル車両に出会えたらラッキーと感じていただければ幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。来週もよろしくね。